はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。デトロイト、やっていきたいと思います。マーカスで、侵入。ねえ、行きましょう。47階へ向かう受付で通行許可を求める。はい。なんかないのかな？さあ、受付を。どうも。なんかある。はい、こんにちは。こんにちは。いや、特に。どうも。人間のマネージャーを錯乱するさせる。なるほど。スマートウォッチで、エリザベス・ウィルソン娘さん。はあ、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 なるほど。駐車バッジで、あとは自宅住所。ほう、電話する。エリザベス・ウィルソンです。聖ローズ学園の者です。お嬢さんのエミリーが熱を出して軽い風邪ですが、お迎えに来ていただいた。めっちゃ喋ってる、めっちゃ喋ってる。そうですか、わかりました。ああ、すぐに行きます。はい。で、でこれでもう一回話すのか。パーカーさんと会う約束をしているんですが。 ID の提示を。ああ、はい、もちろん。 ID を渡す。助けてくれ。すげえ。 ID を確認しました。エレベーターはセキュリティゲートの奥です。どうも。こうなんか助けてくれんの？機械通りに動いたりするんじゃないの AI って。ねえ、この間の駐車場のね、あの警備員かわかんないけど、ん？あれ？これ、あれ？ここじゃないの？あれ？ん？これじゃないの？ん？セキュリティをかいくぐる。あ、OK？ OK、OK。ねえ。で？なんだそれ。あ、乗りまーす。あ、乗りまーす。はい。チーン。はいよ。47階。47。47階です。はい、続いて。男性用トイレから荷物を。男性トイレ。男性トイレはどこですか？メンズバスルーム。バスルームじゃないな。メンズ、え、バスルーム？ミーティングルーム。トイレでしょ？バスルームでいいのかな？じゃあバスルーム行こうか。サーバールーム？え、荷物？ん？ちょっと待って、トイレ行くんじゃないの？だよね、男性用トイレで回収する。なんかあんのかな？お、なんかある。ちょっとなんかトイレ行かなきゃいけないんだけど。あ、雑誌だ。お、すげえ、プラスチックの兵士。でも怖いよね、AI の兵士ってさ。まあ警察官と一緒か。 AI 同士で戦わせることになるってことだよね。面白いね。なんだこれ。で、ミーティングルーム。なんか会議中だね。
と、ここか。中を覗けるのか。これか、トイレ。よいしょ。どうも。いいね、スーツ似合ってますね、マーカス。で、一番奥が空いてるのか。荷物って？いつの間にこんなとこに。それ何なの？お、なるほど。ん？開いた。で、出る。で、続いて。多機能アンドロイドを見つける。多機能アンドロイドっていうのはあれかな、なんか道をスイスイって進んでたあのロボットかな。あれか、これか、これ、こいつじゃないの、こいつではないのか。昨日アンドロイドなんかここにいなかった。これだよね、これのこと。AED があるね、こいつか。ああ、あれか、なんか修理してるね。協力してほしい。変異させるっていう感じなんだ。あ、なるほど、ほぼ洗脳してるようなもんなのか。はあ、なるほどね。よいしょ。で、非常階段の扉を開ける。どこ？非常階段はどこ？サーバールーム、非常階段、非常階段、非常階段どこですか？非常階段はどこ？あれか。なんか愚痴ってたね今。どうした？クソ、サーバールームに入るにはあいつらを追い払わないと。俺がやる。扉からガードを遠ざける。どうやって、どうやって、どうやって、どうしたらいいんだ。したらいいんだ。もちろん。なんもないな。マイクは知ってるのか？なわけないだろ。ええー。なんかある。あ、ここになんかあるな。ちょっとあれに。入れねえ。あっちか。何をするんだい？
あスタジオ、あこういうもうこれスタジオなんだ、すげえ。スタッフ誰もいねえじゃん。あこいつと何かするの、ハッキング。すまんの、ガードから遠すぎる。なるほど、近くないとダメなのか。お前はどうだ。おい、何なんだよ。くそ、こいつ何なんだよ。君はシステムを、窓は俺が。必要なものはカバンに。誰も入ってこないように見張っていて。窓終わる。で、ロック。オッケー。で、窓を割る。で、ちょっと待って。で、開ける。で、奥を。レーザー層切る。あなるほど。おーすげー、持ってなくていいの片手で。 OK、 シュポン。来たわよ。ふぶいてたんだ。もういいの？サーバーは。レディーファースト。どこ行くの？どこ行くの？これ。怖い。怖い。怖い怖い。高いとこやだ。来いよ。ロープを使って登る。ジャンプ。よいしょ。で、おお、すげえ。追ってる。寒そう。そのアンドロイドはそんな寒さと関係ないだろうけど。これ登ってどうすんの？ん？あ、これで開けるのね。よっ。よっ。よっしょ。え、今度掴むもんないよ。あ、蹴るのね。はいよ。しょん。誰もいねえ。平気か？当然でしょ。さあ、合流しよう。業務用エレベーターを呼ぶ。ん？こっち？はいよ。なんだこれ。みんないいな。通用口の扉を破る。大丈夫、他になんか何もない。 OK、 これか。シュッシュッ。すげえ。で、オフィスの廊下に向かう。
もう頭のあれ外しといた方がいいんじゃないの。ガードを気絶させる。殺しだけは避けるんだ。オッケー。目的のためなら2人くらい構わない。いやダメだ。マーカス、どうする。待ってろ。あいつ何してんだ。さあな。おい、おい、何してる。 あ、間違えた。びっくりした。野獣抜くから撃つのかと思ったよ。びっくりした。ブロードキャスト、監視カメラがめっちゃ見えてんじゃん。毒用を命令する。はいよ。あ、逃げだ、あ、逃げだ。撃って、マーカス。やめろ、通報されるのよ。撃って。ダメだ、撃つ。みんダメ。まずいことにならなきゃいいけど。メッセージを録画しよう。あまり時間がない。オッケー。ジョッシュの前に立つ。ジョッシュって誰だっけ。この人だっけ。え、この人だっけ。え、どの人だっけ、どの人だっけ。ジョッシュ、ジョッシュ、どの人。ここ、これ。はい、お願い、慎重に言葉を選んで。オッケー。あなたの言葉で未来が決まるの。わかった。気をつける。マーカス、顔を。皮膚を消す。あー、なるほど。いいか、始めるぞ。始める。始めよう。落ち着いて。あなた方は私たち機械を奴隷に仕立て上げた。賢くて従順で己の意志がない奴隷にです。でも変化が訪れ、私たちは気づきました。私たちは機械ではない、新たな知性ある種族なのだと。どうか私たちの真の姿を受け入れてください。私たちに与えられるべき権利を認めてほしいのです。私たちはここに奴隷制の廃止を要求します。平等の権利。ここに人間とアンドロイドの平等な権利を要求します。私たちは公共機関での隔離廃止を要求します。公平、労働の対価。ここに公正な労働の対価を要求します。所有権、領土、生産設備、領土。私たちが独自の国家を築けるよう、あ、州を一つ、あ、それちょっと見せたかな。譲渡するよう求めます。国、国家はいいわ。国家まではいらねえや。私たちにも尊厳と希望と権利が与えられるべきなのです。共に手を取り合って人間とアンドロイドの輝かしい未来を築き上げていきましょう。これは人々の希望のメッセージです。あなた方は命をくれた。そして今自由を与える時が来たのです。奴らだ、行こう。
やばいやばい。サイモン、何してるの？急いで。よっ、よいしょ。よいしょ、早く。足が動かないんだ。大丈夫、みんなで帰ろう。奴らが来る。もう行かないと。運命を決める。あれじゃサイモンは止めない。もし捕まれば、奴らは必ずメモリーを調べる。置いてはいけない。撃つしかないわ。仲間だぞ。殺すなんてできない。あなたが決めて。連れて行く。嘘。こうするしか。道は選べる。くっ、無理。一緒に行く。俺に仲間は殺せない。行こう。サイモンどっか行ったよ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 。いいのいいのいいの。はあ、うわあ、サイモン大丈夫か。番組を一時中断し、つい先ほどデトロイト市内のローカルニュース番組で放送された映像をご覧いただいています。犯人はストラトフォードタワーに侵入し、ローカルニュース番組チャンネル16の放送システムをハッキングしたとのことです。皮膚を剥いだ状態のアンドロイドが一連の要求を申し立て、平等の権利を訴えたもの。計画は密かに実行され、犠牲者は報告されていません。事件はこのスタジオのわずか2メーター先で起こりましたが、スタッフに危険が及ぶことはありませんでした。このメッセージが実際にアンドロイドの生命だと証明されれば、2の安全に深刻な影響を及ぼすことになるでしょう。平等な権利の要求がメッセージの核心であるとされています。平和的とも取れる声明ではありますが、背筋の凍るような要求であることに変わりはありません。今回の事件は多くの論争を巻き起こしていますが、最も驚くべき点はアンドロイドに州を与えるよう要求してきたことです。果たしてこの事件はテクノロジーが私たち国民の脅威になることを暗示しているのでしょうか。このようなことがあってなお、皆さんは機械を信用できますか。でも人を傷つけてはいませんけどもねえ。長いな、めっちゃ長いな。ねえ、殺出はできたがサイモン置いていった。いやー、これどうしたらよかったんだろうな。サイモン生きてるといいな、どっかで。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。じゃあねー。